小林俊之は日本の数学者、東京大学教授、理学博士、大阪府大阪市出身、1981年灘高等学校を卒業、高校時代は卓球部、1985年東京大学理学部数学科卒業、1987年東京大学大学院理学系研究科修士、家庭修了、24歳で、 東京大学理学部助手になり、4年後、東京大学助教授。1990年理学博士。その後、プリンストン高等研究所、スウェーデン王立科学、アカデミー、ハーバード大学、京都大学数理解析研究所教授などを経て、2007年より、東京大学大学院数理科学研究科教授。1999年パリ第六、大学客員教授。 2008年ハーバード大学客員教授。2011年より東京大学国際高等研究所かぶり、数物連携宇宙研究機構主任研究員。工学者からの質問をきっかけとして、積分機科学の問題に取り組み、領域の変形の立場で、ポンペイウ予想が正しいことを小林が証明したとき、小林はまだ修士の学生であった。さらに、 領域の特性関数のフーリエ像の例集合の無限円での全近挙動から領域の形状を記述するという問題に発展させ、その非線形弁微分方程式を導いた。正の低極率を持つ完美なローレンツ対応体は決してコンパクトにはならないが、その一方で基本群は必ず有限群になる。この奇妙な現象はカラビマルクス現象と呼ばれるが、 小林はこの現象の必要十分条件を示した。これをきっかけとし、リーマン期何の枠組みを超えた統括空間の不連続群論に小林は世界で最初に本格的に取り組み、その基盤づくりを行った。ユニタリ表現論における分岐則の離散分解可能モデルを提唱し、ユニタリ表現論における離散的分岐則の理論を創始した。 同理論を非可換調和解析に応用し、理算系列表現を構成した。さらに小型形式論に応用し、モジュラー多様体における消滅型定理の証明を与えた。また、理算群が糖質空間にどう作用するかを研究し、そこからヒリーマン糖質空間における不連続群の変形を研究した。複素多様体における可視的な作用という概念を導入し、 この新しい幾何学的立場の視点から、無限次元の場合と重複度1の表現の統一理論を構築した。無限次元の根源的な対称性である極小表現をモチーフとし、共形幾何学、シンプレクティック幾何学や調和解析、微分方程式などに多くの分野にまたがる対位解析学の理論を起こした。ありがとうございます。